ラジオエイジです、えー。4月22日3時になってしまいました、えー。ちょっと疲労が来て今目が見えなくなってきているんですがパチパチしているのはそのせいですが、えー、今日ですねサブチャンネルの動画が上げられませんでした。普段は日本株の分析動画とそれからスキャルピングの動画を最近上げているんですがシリーズで、えー、両方できませんでしたと言いますのはメインチャンネルの動画が 異様に再生が回らないので、えー、なぜかということで、いろいろ原因を突き止めようと考えたり対策をしておりまして、えー、そしたらわかりまして、メインチャンネルの動画がですね、えー、最近めっぽう、めっきり、えー、再生回数が伸びない場合があるんですよ。前は5万回、6万回って回ってたのに、最近、えー、3万回とか、 で、今日上げたっていうか昨日上げた21日の天気予報に関しては、まああれ1万回行くかどうかぐらいの <laughs> 再生回数になってしまうというね、えー、状況の再生回数になってしまっているわけです。で、それがどうしてかっていうことで、えー、いろいろ考えておりましたところが、えー、あれだっていうことでね、これだっていうことで原因がわかりましてね、その原因、 が分かったところでまあ、動画をこの後変えなくちゃいけないんで、えー、こういうふうに変えますっていうことでお願いお知らせみたいな動画をね、えー、作りましてメインチャンネルにアップロードしましてそこまでにひどく時間がかかりました、えー、それからサブチャンネルに関してはだからもうね今日は日本株の分析やる時間がなくなっちゃったのね であとね、えっと、サブチャンネルのあの、スキャルピングの動画なんですけど、スキャルピングの動画ご,ご好評いただいてましてね、今日もやりたかったんですが、えー、あの、撮ったんですよ。40分撮って、で、撮り終えて、アップロードして、えー、ちょっとモニタリングしようと思ったら、音があんない、い <laughs> あの、音をね、入れ忘れて、こんなミスはね、めったやらないんですけど、音声の収録、音声をね、 えー、マイクが切れちゃってたの。でマ、マイクが切れちゃってたままに、まあ、ま、あの、録画してしまったので、で、あの、スキャルピングの動画はね、もうその時の、もう実況中継なんでね、もう取り直しができないじゃないですか。貴重な動画だったんですけどね、えー、結構参考になる動画だったと思うんですけど、それがね、 聞いてしまいまして、消えてっていうか、音が入ってなくて、えー、それがアップロードでき,なできなかったんですよ。音がなかったら何がなんだか分かんないですからね <laughs> か。しゃべりがなかったらね。ということで、今日は、えー、メインチャンネルの動画が再生回数が最近伸びないおかしい、なぜだっていうトラブル を考えていたのと、その原因を追求していたのと、その対策動画を作っていたのと、えー、ねサブチャンネル用のスキャルピングの動画で音声収録に失敗したがために、サブチャンネルの動画ができませんでした。ごめんなさい <laughs>。ということなんで、また明日というか、えー、もうね、さすがに今日も限界が来てるんでね、目が見えなくなっちゃってるんで <laughs>。 もう終わります。なので、また明日動画あげますんで、よろしくお願いします。今日はサブチャンネルの動画がね。まあ、朝1本あげたかなあげたはあげたんですけど、あれ昨日収録したやつなんでね、ちょっと今日本数は少なくなってしまって、いつも2、3本あげるんですけど、けれども、ごめんなさい。きあの、待っててくださった方すいません。えー、ごめんなさい。あげられなかった。ごめんなさい。またやります。はい。すいませんでした。